ジェレミー・アリソンはフリーソフトウェアコミュニティへの貢献が多いことで有名なコンピュータプログラマである。とりわけ、SMB シフスネットワークプロトコルの再実装で GNU ゼネラルパブリックライセンスの下配布されているサンバへの貢献で有名である。他の貢献としてはマイクロソフト f t Windows NT オペレーティングシステムのユーザーパスワードクラッキングユーティリティポダンプの 初版作成がある。ジェレミーの経歴において、彼は一貫して、フリーソフトウェア用語の立場を取る。このフリーソフトウェアへのコミットメントの最たるものは、彼の勤務先だったノベルからの講義の代謝である。2006年、ノベルとマイクロソフトは、事業協力に関する契約を締結したが、多くの人は、これがリナックスと他のフリーソフトウェアに対するファッド。 攻撃の一環であるとみなし、また、アリソン自身は、この契約に含まれる事項が、特許契約に関する GPLV に第7説と衝突するため、ノベルは、スセリナックスを含めた GPL によりライセンスされるソフトウェア一切が配布できなくなると主張している。しかし、ノベル自身は、この契約においては、相互の顧客を対象としたものであり、また、 GPL に矛盾する条項は一切含まれていないと主張している。ありがとうございます。